まあ、浅井さんとレース支配されて、うん、そうですね、先行できてるし、うん、何もいいことないというか、もちろん北日本がちょっと、うん、どれぐらい来るかなというところで、そうですね、抑えた時点で引かなかったんで、うん、チャンスはあるかな、うん、あでもちょっと村上さんが先頭に行くと忘れてて、ああ、危うく、突っ張られる、そうです、甘くいくと、突っ張られるし、あそこしっかり、まあ、立ち上がりもあるレースでしたけど、そうですね、あの、まあ、一緒に立ち上がれてるし、うん、まあ、最高の展開で。まあ、体の状態とその走ってる感覚っていうのは、まあ、今日は悪くなかったんで、しっかり明日、明後日とかつなげる。今本当にこう節感でこう先行できるとよりこう流れが上手いんですね。そうですね、まあ、バックホン数も増えてるし、うん、やっと先行選手に戻ってきたかなって感じは、うん、やっぱり先行でこうファンを見せるっていうのが一番、そうですね、うん、またいっそいっそちょっとチャレンジして、浅井さんも全部やってくれたと喜んでます、うん、いやもうお互い信頼し合ってたし、うん、はい、任せたんで、まあ、よかったです、はい、ローズカップ一応、まあ、ワッキー3社と、うん、まあ、ちょっと新田さん、木暮さんが動いて、うん、ちょっと岩田さんが、まあ、新田さんつくかどうかみたいな、うん、まだのところです。自分はしっかり積極的に頑張ります、まあ、ワッキー新田さんとのこういう勝負が非常に、うん、楽しみです、うん、練習してる仲間同士も楽しみです、うん、確かに、はい、ブノワ・ベツ監督が興奮するようなレースチームブノワで頑張ってます。